津田越前守助広天那2年3月14日は、江戸時代遠方頃の摂津国の投稿。新党最上作にして、大技者。特に、遠方年期の丸津田は、出来が優れているため特に人気が高い。摂津国内出村に生まれ、初代、助広の養子となる。明暦3年、越前守受領の地、大阪城大、青山宗春に召し抱えられる。 大阪神道の代表校であり、神道屈指の巨匠である。一説に生涯2700点余りの作品を残したとされる。江戸の古鉄と共に、神道の横綱とも言われ、また同じく、大阪の井上新海と共に、最高の評価がなされており、新海との合作等もあり、交流があったことが伺われる。しかし、その人気ともに、在名品の多くが偽物であり、特に、 助弘、小鉄、新海名の偽物は、数万点を超えると考えられる。東証であった。養父に学び、二十二歳で独立。茎の名が時期により異なる。二十二歳から三十歳までは源の藤原名。三十一歳から三十八歳までは津田の田の字を解消できった。角津田名。三十八歳から晩年の四十六歳までは。 草書で丸く他の字を切った丸津田名を使用した。初期には、養父大阪神道諸公に見られる足の長い長寿人頭を役が、壮年期に、お互いの目乱れを波に見立て、地に玉焼きを交える東蘭人を創始し、後世福め諸国の投稿に多大な影響を与え、人気を博した。弟に、津田越前守照広、妹婿に、津田見守る女がおり、 それぞれ名工である。門人には、日立守る胸主家や山と守る金などがいる。重要文化財に指定されている刀がある。その他、重要美術品に発見認定されている。また、都道府県、市町村で文化財に指定されているものが多い。ありがとうございます。